ようございます。今日は、平成30年3月13日、株式投資の状況を報告したいと思います。今朝まで、昨夜行われたニューヨーク市場の結果で、私が持っているですね、Facebook と Google、大幅安となりました。152ドル下がり、2% も下がってます。いやー、痛い。痛いなー、本当に。これね、まだね、トータルで、8% 勝ってますが、もう、じりじり毎日低下してます。はい。まあ、ただですね、為替がいいんで、まだなんとかなってるんですけど、これ為替が、100円ぐらいまで下がっちゃうと、もうめちゃくちゃです。もうこれゼロになっちゃいます。利益はね、もんで、ちょっと方向を考えなきゃいけないのかな。で、大幅に下落しているのはこの Facebook なんですね。Facebook ですね。要は個人情報の漏洩でですね、ガクンとこう7月に下がってからずっと上がらないまんまで下がり続けてるんですね。これはもうちょっと、売却しようかなと思います。正直言って損切りはしない今レベルなんですけど、マイナスにならないうちにですね、もうこれは見切りをつけた方がいいかもしれません。正直言って SNS でですね、急成長こう2年ずっと上がってきたんですけど、私も本当に、25% ぐらい上がってしまったんで、これ大体倍ぐらいになりましたね。倍ぐらいになったんですけど、今 25% 低下しました。ですからまだまだ赤字にはならないんですけど、この先展望がちょっと低いのかなと思います。はい、まさに今、アップルなんか新機種発売してますし、SNS の存在というのは今後難しくなってくると思うんですね。やはりその物流関係の方にちょっと考えていきたいと思います。もうちょっと、Facebook 関係ですね、こういう単なる情報交換だけのですね、システムというのはちょっといかがかなというふうになります。で、ただ Google だけは持ち続けたいと思います。これまた株価自体が高いのと、そのナスダック自体がもう Google なんですね。これね。はい。だから、ナスダック下がってますけど、Google ですね。これはもう、安定した大企業で、サービスもですね、YouTube とか、ですね、Google マップとかありますので、これはもう続けたいと思います。はい。で、日本株、昨夜、水と休んでしまったんですね。今日、木曜日の朝なんですけど、今日ちょっと市場どうなるかちょっとあれなんですけど、正直言ってもうマイナスに転じてしまいました。マイナス3万1000円ですね。に落ちてます。これは何かっていうと、そうですね。この、オリエンタルランドです。オリエンタルランドが大きく下がってます。ずーっとこう下がり続けてます。はい。一応、プラスなんですね。安い時に買ってますので、まだまだプラスなんですけど、しかもNISA枠で買ってるので、これはもう売るつもりはないです。はい。で、オリエンタルランドが、100万円下がるまで落ちることはないと思いますんで、これはちょっと待ちたいと思いますね。はい。で、当然その、東京オリンピックもありますので、世界的にもその、収益が見込めてますし、これからその、今暑かった季節なので、涼しくなってきたので、来客も増えるので、売り上げも上がるのかな、ということをちょっと望んでます。はい。で、あとはですね、正直言って大したことないです。ブックオフ。あ、これも100円下がってんだな、ブックオフですね。はい。あ、じゃあ、これ1、マイナス1円ですね。マイナス1円。大したことないですね。で、シダックスマイナス3円下がり。下がりは下がりなんですけど、大したことないですね。スカイラークは変わらず。セントラルスポーツは、マイナス15円。ライドオンエクスプレスはマイナス6円。大した、マイナスのマイナスですけど、大した下がりじゃないですね。それから、ラウンドワン、マイナス20円。まあ、これはちょっと、もう回復する見込みないんですけどね。ホットランドマイナス1円、大したことないですね。で、なぜかイオンだけが上がってます。北海道地震があってね、まあ大変なところだと思いますけど、これはもういいです。ちょっと、これ持ち続けたいですね。で、松屋フーズマイナス20円。うん、これも、下がりは下がって気になるところですけど、大きな下がりじゃないですね。よって、大きな下がりというのは、オリエンタルランドです。
もうミッキー頑張ってほしい、本当に。もうこのね、暑い中大変だったと思いますけど、これから涼しくなりますしね、仕事もしやすいと思います。はい、でお客さんもどんどん東京ディズニーランドね、舞浜行ってもらって遊んでいただきたいと思いますね。本当にね、楽しいところです。はい、私もね、この優待券、行ってますけど、中ではね、本当にね、すごいサービス良くて綺麗だしね、本当にこういいところだと思います。またその優待券ね、100株買えば優待券もらえますから、どんどんテイクホルダーですね、増えていただくといいんじゃないかなと思います。本当にね、痛いですね。で、日経平均がですね、どうなんだろう、日経平均が日経平均、まあ、下がってますね。もうずっとこう下がってますね。22,600 円か。まあ、そんな下がりではないですね。はい。ただ、こう、24,000 円以上に回復してくれることを望みたいですね。はい。今のところ、日米合わせてプラスなんですけれども、ちょっと、ここ、9月はですね、いい傾向じゃないです。はい。ちょっと、まだ、9月いっぱいはちょっと、そのまま待機で、Facebook を売却して日本株をちょっと考えていきたいと思います。年末に向けて日本株上がってきますので、それを狙っていこうかなと思います。以上、状況の報告をいたします。いや、本当にね、本当にね、上がってほしい。 Facebook、 それからね、東京ディズニーランドですね、オリエンタルランド、この2つぜひ上がってもらいたい。フェイスブックはもうね、2年も持ってましたので、なるべく売却はしたくないんですね。ぜひ本当にね、これ祈ってます。以上です。